日本のラインがナスカで交わるときそれはその両方が私たちが神と呼ぶエイリアンの 創造物であることを意味します。広島林浜松市ジャパン。ナスカに日本の直線を引いてみます。一本はトン孔抜孔窟からのものです。これがトン孔抜孔窟です。この トンコバック,オークスからナスカにに線をを引いてみまます。点をこの位置に取りましたで、その線はナスカへやってきます。で、トンコバッコウクスを示すラインは大変細くて長く、そしてぼんやりとしています。この直線がそうですけども、途中から途中までということになります。その 両端でやや折れ曲がっていますもう一度やってみますトンコバックオックスから引いてきたラインですこの滑走路の途中から途中までがそのラインということになりますラインが超大であるということはそれだけ重要な 拠点であったことを示しています次に新疆ウイグルにあるキジルからナスカに向かってラインを引いてみますバックオークスとキジルは区別がつかないほどよく似ていますキジルですそのキジルからナスカに向かってラインを引いてみます そののラインはナスカこここへやってきますこのラインも大変古くそしてややぼんやりとしています途中から途中までということになりますトン甲のラインとジルのラインがですねぼんやりとしています生汁にはもう一本ラインがありますそれは続く動画の中で紹介します ともかくもこれが削るラインだということです。もう一度やってみます。大変ぼんやりしています。ナスカでは、まあ、珍しいことだと私、林宏は考えています。まあ、ぼやぼやとした線だという意味ですね。で、この地点にやっていきます。まあ、それだけ古いラインということになります。 この点に注意してください視点をやや上に上げてみますこの位置にやってきましたブルーのラインがトンコバッコウク,オークスかカのライン黄色いラインが新疆ウイグルのキジルからのラインということになりますこの日本のラインはここで重なりますこのキジルが 私林弘氏の LINE 理論ナスカ理論においては大変重要な意味を持つ遺跡であることが分かりましたそれについては続く動画の中で説明しますどうかご覧になってくださいともかくもこれら2つの遺跡はですね、まあ、このように大変よく似ているということです Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia. I Hiroshi Hayashi say here in this video that when two lines meet together there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence. 2本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林博士のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、ゆき山川さんより、木汁石窟の話がありました。で、その写真が気になったので、木汁石窟を調べてみました。またまたビンゴーです。木汁石窟が、今まで解けなかった謎を解いてくれました。 アジアでも、リュウモンだけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、キジルセックスを教えてもらったおかげで、その謎が解けました。画面を見ながら説明します。まず、皆さんをキジルグラトウ、まあ、セックスへ案内します。このシリースをつけたところがキジルグラトゥズです。で、 ここへ行ってみます。で、この、キジル石窟については、実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ、写真を見せていただき、まあ、何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあ、ここがキジル石窟です。まあ、こうした、まあ、景色が広がってるわけですね。 で、この、まあ、こうしたその検証ではですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、この木汁石窟からですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、ま、あ進捗線と言いますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。 で、このように言いますと皆さんはただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。まあ、そう判断するのはちょっと待ってくださいよ。実はこの辺りには世界のですね、石窟からのラインが集まっています。まあ、こ,このラインも含めて全て、何、えー、て言いますか、寸部の狂いもなく重なりますから皆さんも確かめてみてください。今この米印のマーク、これがあの、まあ、目印ということにしておきますね。で、このラインが 運ウから引いてきた線です。ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じ、あまあ、滑走路、左側が、これがリュウモンから引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。あの、線、ラインを見失うといけませんので、この、まあ、ここへ来ましたね。それと、その下の赤い線が、これがバーミアンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミアンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、 あの、正確に撮ることができます。一応。そして、この4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。木汁、雲門、それから龍門、そしてバーミヤンですね。そして、写真を拾ってみました。右上が木汁、左下がですね、えぇ、ー、雲港ですね。そして、左上が龍門です。そして、右下がバーミヤンということになります。そして、これら4箇所をですね、比べてみますと、 全く区別がつかないんですね。いわゆるまあ、コンセプトが同じと言ったらいいのか。まあ、同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からキジル、下がバーミア、左上がリオモン、そしてウンコウです。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということがわかります。まあ、皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、 こうした、まあ、石ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますかあるいはその違いを言うことができますかってことですね。では、検証してみます。今度は林宏氏のライン理論です。ここに記事類があります。スペリングがわかりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリュウモンです。線でつながり、つなげておきます。 で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして、運行です。で、1000円で繋いでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林博のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、あの、クロスポイントには、クロスポイントは基準点である。というのが、まあ私のあ、ライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。 で、このクロスポイントをどん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 探して下を降りていてみますと、87.8キロ離れたところに、ビンゴですね。マガオ。バッコウクツがありますね。トンコウバッコウクツです。今までマガオを基準点に取っていましたけれども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントが、本当の基準、なってますか、基準点クロスポイントかもしれません。そしてこのマガオへ降りてみます。今、中心に持ってきました。 バッコークツです。バッコークツですね。で、やはり、大変よく似た景色が広がっています。頓庫、バッコークツです。まあ、石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。まあ、バッコークツって言いますと、この写真が一番最初に、えー、出てきますけどもね、まあ、観光地にもなっています。 では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミアン、リュウモン、それからウンコウを,を見比べていただきました。そこに、マガオ、バッコウクツが加わります。で、色をセピアにしてみますと、また、また、なってますかね。区別がつかなくなりますね。あるいは、皆さんは区別ができますかでは、キジルとマガオ、 簡単に比較しておきます。まあ、壁画が残っているのは、今のところです、ね、木、え、汁、ー、とバッ薄靴ククということなんですけども、この、まあ、壁画がです、ね、またまたよく似ているんですね。でこう、細かいところを見ていきますと、特に頭の上の,にこの丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さん、どうでしょうか。そして上半身裸で、下にはまあちょっとフィッ変わった腰巻きを巻いています。 これが神々、つまりエイジアンの衣装ということになるのでしょうかね。そしてネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一つこのナスカに戻っています。ここには今言いましたバックオークスのラインがありませんね。しかしあるんですけどもね、左の方にあります。いわゆる左のこのグランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今真顔から 引いいてきた線でですすけどもこの,こ,こ,にこ,のこのラインが真顔ライインンがと私は呼んでいます実はないわけではないんですね。えー、ということで、えー、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 続いて、世界の山々の、えー、ラインについて説明します。 謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これはあ、私が発見したクロスポイントの中で、まあ、この、ここには何かあるはずだということで探して、この場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸部のクリもなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上してるんですよ。そして、ナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。 その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティ・ペティからのラインももちろんあります。ポポカティ・ペティのまあ、ふもとと言ったらいいんでしょうかね。そこに、チョーティ和感があります。これはルアペフですね、ニュージーランド。やっぱり、やはりと言いますかね。南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。 この辺りが世界の山々が集まからのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線はやはり長いですね。左に、下から来ます。そして、まあ、上のプラットフォームへとつながっていきます。これがアイゲリーっていうんですかね。フランスの実に奇妙な岩,で岩山ですけども、やはり先ほどの滑走路の近くって言いますか。だいたいこの辺に集まっているんですけどもね。 あの、まあ、興味ある人は見てください。そして、これがマッターホルンですね。マッターホルンも、あの、いわゆる、ま、北、あなんて言いますか、ね、イタリアあたりのまあ基準点になっていますね。そして、全く同じ滑走路、んですかね、プラットフォームの周辺に集まってきます。もちろん富士山もありますよ。富士山の、まあ、あの、ラインは大変あの、まあ、 ち、短いというわけではありませんけれども、それほど、まあ、目立つラインではありません。ここに重要なポイントがあります。今、坂、あの、180度回転していましたけれども、この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、えー、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆる、まあ、左方を見ていただたいこの緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、 日本の富士山の位置が一致するということです。なおち、左の、この、いわゆる、まあ、地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す、地上絵であったということになります。まあ、こうした事実は、すべて、あの、林博士が発見したことですよ。そして、マウント・ウラウンです。 生産中の生産ってことになりますね。このウランからの、えー、ラインは十数本以上あります。プラットフォームも二つあります。その中の一つがこれですけどもね。やはりマウントがありますからマウントをつないでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。ここの緯度計を示しておきますから、またご覧になってください。これはそのまま ブラウン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、えー、方向を示すと同時に、そのまあランドマークをこのように、まあ、エイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあ、このように、まあ、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために今日はこのビデオを編集していました。 こんなことができるのは人間ではありませんね。まあ、せまあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人飛び、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん、バイ。